クッキーです。今回ご紹介するのはこちらの一冊「人生に愛と奇跡をもたらす神様の覗き穴」っていうこちらの一冊ですが、えー、物理学者がスピリチュアルのことを、まあ、科学とスピリチュアルのその両方の観点から語るとこの本になったっていうような一冊ではないかと思います。えー、非常にに面白く、えー、科学的に このスピリチュアルなものっていうものが理解し始めることができるのではないかそんな風に感じましたでこの神様まあ、違う表現でもサムシンググレートでもまあ何でもいいという風には書かれていますが、まあ、ここでは仮に神様ということにしておきましょう神様がこの覗き穴というものがこの世界には無数にあってそこから人間やこの世界をこう覗いて 観察しししててて楽しんでいるっていいるとうなことが書かれていましてで実はその覗き穴っていうものはこの我々人間でも、えー、使うことができてそれを使うことによりこのさまざまな、えー、悩みや葛藤やそしていろんなものから、えー、解放されるっていうことが書かれていて非常に面白かったと思いますそして実際にその方法も書かれているんですが、えー、とても簡単今すぐできちゃうっていうようなことでした、えー、ご興味のある方はぜひそれこそこの本を覗いてみてください。メイザブック